竜心は前漢の初代皇帝である劉邦の兄の劉白の長子。劉太公、劉お夫妻の孫で、劉貴、劉邦、劉邦の甥いにあたる。劉邦が灰で緊張をしていた時期のある日、劉邦が実家に友人を大勢へ連れてきたが、姉は手に持っていた鍋の底をガリガリと聞こえいお菓子に吸って何も出さなかった。後で、 劉邦がこの鍋の中を見ると項が残っていたという。劉邦が疎官戦争で項を破り皇帝となると一族皇宍に爵位や領地を与えたが劉白の意地である劉心だけには何の音沙汰もなかった。これを不憫に思った竜太公が劉邦に彼のことを口ずえした。すると劉邦はお父上に申されなくとも私はそのくらいのことは分かっておりますよ。 でも、あの子の母親は、長者ではないので、借位も領地も与えたい気持ちがしないのですと、答えたという。このような経緯で、高祖劉邦に嫌われていた劉、劉白の維持。劉信は、劉邦の軍に従軍し、漢王信との戦いの際には、老中将となり、後には、劉太公の度重なる口添えが功を奏したか、紀元前200年に、劉信にも借位が与えられたが、 その称号は、孔血孔。孔血は、孔の入った鍋をするの意味であり、かつて、劉白の妻が劉鳳に対してした行為を露骨に当てこすっていた。紀元前187年、劉心は罪を問われ、館内孔に降格された。ありがとうございます。